当然お願いします。いただきました。こちらでございます。芝線田中さんです。おう、初めて質問します、はいはい、太田さんがこれまでに一番怒られた人出来事は何ですか。鬼越トマホークチャンネルを見ました。あー、はい、あー、それはね、だから鬼越の YouTube で言ったのは、はい、たけしさんの代わりにオールナイトニッポン新人の時やった時に冒頭ビートたけしは死にましたって言ったらもうクレームの嵐、伝説の。だから怒られたことって言ったらもう数知れずですよ。まあ確かにね。うん、それくしてよく知ってるじゃん、俺の怒られた。確かにね。あれは何ですか、もう怒られようとして怒られてるのか。いや、怒られようとなんかしてないよ、したこと一回もない。怒られようとしてないけど、怒られちゃうんです、ね、怒られちゃうんですよ。で、人を怒らすのがね、いや天才的に得意だね、俺は。ブレーキ、どないなってるんですか、ブレーキないのかね、ブレーキあるはずなんだけど踏み忘れちゃうんだね。ブレーキとアクセル両方踏んで結果アクセルでズズズいってる感じですか。いやーって言ってんだけどね。あ、まあちょっとストッパーがあんまないかもしれないね、もしかしたら。いやいやいや、でもそれが魅力なんでしょうしね。そうか。 お父さんお母さんが怒られたこととかあんまない。いや、もうお袋なんかしょっちゅう怒ってました、俺のことね。ああ、あんたはアホ、うんうん、あんたもう本当に何にも勉強もできなかったし、宿題なんか一回もやったことないし、だからよくみんなほら夏休みの宿題も最後の日やるって言うけど、はい、俺もやろうとするんだけど、うん、全然体が動かなくなっちゃう。一回も宿体が動かない、あの勉強机に座れないのよ。やろうって気はあるんだけど、どうしても体が動かなくて。よう小説書けますね。ほんとそうだよね。あの分厚い本。そう。だからよく怒られました。もう点数も、テストも点数も通信簿も悪かった。うちの袋はもう本当に、そうですか、ガミガミ怒ってましたね。で、今もまた、未だに怒られてます。世間様から怒られて、怒られてます。でも、それをまた栄養にして、栄養になってないから、毎年毎年の芸能生活を送っているということでいいんでしょうかね。ありがとうございます。石井さんは怒られるってことはあるんですか。いやいや、私はありますよ。それはもう、父親、高校1年生の時に父親の布団でみかん食べてたんですよ。でみかんの方を置いたままにして、それを見つかって、あ、そう、お前かこれ、お前かこれ、あ、このみかんお前か、初めてどつかれたんですよ、親父に。親父に。あー、怖いね、それ。怖い、めちゃくちゃ怖い。で、ちょっと待って、みかんの皮だけでこんな怒られるって思ったし、ね、今思えば、まあ、積もり積もってないんでしょうけど、そっからね、親父と口きかんようになった。あ、そう、怖くて。いや、もう腹立って。腹立って腹立って。で、親父ガソリンスタンドを経営して、親父のガソリンスタンドで僕バイトしてたんですけど、お、腹立ってそこを辞めて、実家のスタンドやるんで、で、近くの全然関係ないガソリンスタンドでバイトしてた。親父に当てつけて。そういうことです。へぇー。そんならね、2ヶ月ぐらいずっとそこでバイトしてたら、あ、そう、洗車してたんですよ。うん、どっかで見た車やなことは、親父の車なんですよ。で、待合室見たら、親父が仁王立ちして立ってるんですよ。ほんで、怒られんのかな思ったら、洗車終わりましたって言ったら、ありがとうって言って、ブーンって帰ったんですよ。その時に、あ、負けたと思った。そっか、負けた。1枚。1枚、2枚売って。それで僕も、親父と喋るようになった。あ、いい話じゃないですか。そうなんですね。はい、これはね、そういうことあったんです。へえ。あ、じゃあ結構バイトしてるぐらいだ。高校生ぐらいですか。高校生ぐらいの時に。あ、その時に初めて殴られたって。その時に殴られて。はあ、そうなんですよ。え、殴られ、親父に殴られて。親父に殴られた記憶はね、うちの親父はね、本当に暴力が嫌いな人だったから、そういう、逆に情けない。よく覚えてるのは、家族旅行、俺一人っ子だから、はい、親子3人なんですよ、はい、で、お袋は割とクールで毒舌で、冷静な人なんですよ、うん、で、親父はね、お調子者、はい、だからどっちかっていうとこう、俺がテレビに出てる時の俺みたいな。おー、なるほど。で、親戚で集まると、わーっつって車座になって中心にいる人だったんだけど、とにかく昭和3年生まれなんで、友達はなんか戦争にみんな学徒出陣で志願するようにいったもの、それをね、よく話しててね、光、俺、戦争が怖くてさって、それで
みんな行くの俺逃げ回ってたんだよつって、だってさ拳銃で撃たれて弾当たったら痛いだろうっつんだよね、うん、でもそういうところが親父がそういう話を聞くのが俺は好き で、うん、である時ね家族と旅行したらねドライブしたんだけど、うん、あの日光の山の方行ったらねあの前の車が止まったんですよ。だから山道ですよ、はい、で当然親父も止まるじゃないですか、はい、そしたらその前の車も、まあ、が止まったからその前の車も止まったみたいで、はい、親父こうやって止まって見てたら、うん、その一番前の車から変なヤクザみたいなおじさんが おいでその俺らの車の前の車のやつドライバー引きずり出してボッコボコになってうわ修羅場やで親父とお袋が助手席で俺後ろでこうやって見てて、はい、でボッコボコになってパッてまた戻ってバーンって行っちゃったの、うん、で2台目もまたあのバーンって行っちゃったの、うんうん、しばらく親父こうしてて怖かったなぁって言ったのその時にお袋が情けないわねあなたって言いながら俺はゲラゲラ笑っちゃったその緊張感があったのが怖かったなつってあなた情けないわねつって俺はもうダメだもうブルブル震えちゃったよって言ったの親父が俺はそういう親父が好きでうわもうなんかねおもろいな子供にそんな風にええ話うん言うんだなええ話っていうのがね僕は大好きごっつええ話普通の親ならあの強がってああ俺お前助けに行こう思ったけどなそうそうそう俺が出る幕でもないやろとか言うてるそういうところがそうじゃなくて怖かったかわいいブルブル震えちゃった俺かわいいでそしたらみんなわーってお袋と俺が笑ったのそれがなんかね基本だね、お父さんですね、うん、なんか笑いの基本をそこで学んでるんでしょうか、うん、なんかそういうのあるかもしれないうわすごい話ですねもうだってこっちもほらどうなんだろうっていうさあれだから鮮明に残ってるんでしょうね記憶でね、うん、ありがとうございます。